おはようございます。陣ひろし、体重計買いました。僕はあまり体重計とか乗らないんですけども、お友達がちょっと一緒に痩せようということで体重計買ったんですけども、ウォーキング、水泳っていろんなことやっています。そして今教えの方が多くて自分のレッスンができないので、やっぱり思ったほど痩せないですね。一生懸命動いてても、で体重計に乗ることでもう少し毎日毎日体重計を見て、実は昨日寝る前60キロだったんですが、朝起きたら58キロになったんです。で僕は平均今58なんですけども、20歳代は55だったので、そこまでちょっと落としたいなというふうに思っています。そして楽しみながら体を動かすことでダンスがやっぱりいいんじゃないかなと思うんですけど、教えてるのと自分が稽古してるのは違うということで、圧倒的に僕今教えることの方が多く、自分の稽古まだできない状況なので、ウォーキングとか水泳とかやったりしています。もうきつい減量は辛いの場合は楽しいダンスなんかやってみないでしょうか。やってみませんか。僕もまだまだいろんなダンスやりたいと思ってるんです。それでは58キロ。Para no ser pesado.